こんばんは。サインコメントが見えん。あ、見えた。あ、こんばんは。やっほー、こんばんは。お猿さんがこんばんは、こんばんは、こんばんは。今日はカチューシャをつけようかなと思って、カチューシャがありますこんばんは。ちょっとお久しぶりの配信、今日は見てくださいやばい、なんか家に帰ってきたらやばいなこんばんは、やっほー。今日はお猿さんでやっていきたいと思います。久しぶりですね。おー、久しぶり。しょ、こんばんは。はい、猿推しです。こんばんは。あとは今日のテロップは定期公演のチケット今日までですってことを書いておきます。やっほー、浮かれてるの、やばい。お猿さんなんでウキウキしてます。ウキ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 浮かれてますどうもこんばんは。定期公演申し込んでくれてありがとう。そう、今度21日にある定期公演の申し込み今日までなので、ぜひかわいいですか、これ。大丈夫ですか。お猿さんです。今日はお出かけしてました。誰と行ったかは今、さっきまでショールーム開いていた方なら知っているでしょう。アンピーとお出かけしてました。しかも昨日誘って今日行ったので、すごい急なお誘いだったのですが、アンピーと食べっ子動物ランドに行きました。こちら、じゃん。食べっ子動物、お猿さんがいることあまり知らないかもしれないですけど、アンピーはキリンさん推しでしたけどそう、こちらもこれバッグなんですけど、だからこれ帰ってくる電車とかでずっとこのバッグを買ってて、すごい恥ずかしかったんですけど、なんかねじれとる。そう、電車でこれ持ってる、これこうやってからって帰ってきてたんですよ。バッグだからね、すごい恥ずかしいよね。てかカチューシャをこのお猿さんにつけてて、それが一回電車でポロッと落ちちゃった時におじさまが落ちましたよって拾ってくださり、優しいけど恥ずかしいみたいなことがありましたわ。おっきいお猿、私耳おっきいから結構お猿向きというか、お猿結構親近感あるんですけど、耳おっきいというか耳前に向いてるみたいなおじさまナイスフォロー、本当に結構真面目なトーンで言ってくださいました。落ちましたよとかじゃなくて、落ちましたよって言ってくれたから、優しいおじさまでした食べっ子動物ランド行ってきました。行きたいね、いつか行きたいねって言ってたんですけど、急遽今日休みをかぶったねってなったから、昨日のうちから、そう、私が明日何してるって聞いて一緒に行ってきました。またなんか動画とか画像とか撮ったのでSNS に上げると思います。声が始まる瞬間ですか落ちましたよ、でもその方は降りていったので声始まらないですねおじさまでしたのでねでも今日もなんかもう一個恥ずかしいことあってえ、私も行きました、すごい、やった、お揃い。食べっ子動物好きだからね、行きたかったんですよ。アナちゃんとは横浜駅で待ち合わせしてて、
それでそう私結構早くできたから横浜駅あんま行ったことないし、ちょっと行ってなんか見ようかなお店とかと思って行ってたらめっちゃ人多いんですね。そうめっちゃ人が多くてカフェでにも入って待っておこうかなと思ってたけど、どこももうスタバとかもうめちゃくちゃ並んでて、ご飯屋さんとかめっちゃ並んでて入れないと思って、なんかちょっとおやつを買って、あお茶、おやつを買って、そのおやつをなんか食べながら自撮りでもしながら待っておこうかなと思って待ってたんですよ、アンナちゃんをね。この自撮りのカメラをセッティングしようかっていう時に横からお兄さんが来て、すいませんお姉さん、 LINE か QR、 LINE かインスタの QR 交換しませんかって言われて、その恥ずかしい瞬間に来て無理ですめっちゃ愛想悪いやつになりながら恥ずかしいからその場を立ち去るしかなく、もうアンナちゃんとも全然待ち合わせが難しすぎて、人が多すぎてアンナちゃんって思いながら待ち合わせしました本当なんかすごいいろんなことが起こった短時間でしたが田中美穂ちゃんナンパしてみたい人生だった、悔しいですね皆さんに、ね、会えたらすごい嬉しいですけどね、そう難しかったです、人が多くてあ、いつよかったらしつこい、あ、そっか、じゃあよかったんだでも無事に行けました、このたべっ子動物ランド。たべっ子動物ランドもめっちゃ人が多かったし、横浜駅、そうさっき書いてた方もいれば、イコラブさんのライブかな今日、もしかして昨日とかもやってなかったです、今日もだったのかな。なんかそう、なんか同じ T シャツ着てる方多いなとか思ってたり、なんかすごい可愛い女の方、なんかヘアアレンジとか洋服とかなんか揃ってて、なんか可愛らしい女の方、女性の方多いなって思ってたんですよ、歩きながら。そしたらそうなんですね、コンサートがあったんですね、なるほど、あら、知らなかった、なるほどと思ったよ、みんな詳しいですね。よし、あ、めっちゃ落ちるこの人よ、あいろんなものが落ちてる、あキャー、キョキョ、知らんかった。イコラブさんはあんまり推しメンさんとかいるほど詳しくないですけど皆さんも行かれた方がいるんですか昨日京都あったんですね。アタクピアノイミーちゃん、あーいいですね。どちらもあのティフで見させていただきました。初めてライブちゃんと見た、めちゃくちゃ二次元のように可愛かった。カメコ写真めっちゃ見、確かに流れてくるかも。私もノイミーの推しは変わってないです、はい、ほんと推しと言えるほどその何もできてないので申し訳ないですけど、ノイミーさん、蟹沢萌子さん顔ファンなんですけど、本当にが好きで、でもイコラブさんもそうですね、佐々木舞香さんも可愛いですし、野口伊織さんもかっこ可愛いというか、そうですね。でもただあの本当に全員良すぎて推しを決められないと思いますねうん、推しが決められないグループだと思います、良すぎて前ハムもですけど同じ推しなの、あー嬉しいですね。俺も蟹沢ちゃん好きです、おお。いや雰囲気や言っていただける時がありますが嬉しいですが、そんなことはありませんよ萌え子っぽい、やばい読み方へへ、みんなもマイファブもみんなのこ、みんなのこと好きですよね、みんなもね
みんな大好き MD MD いや本当にそう推しとかなんかも申し訳ないって言えないぐらい全然知らないし決められないので、はい、全員可愛いです。でファンの方までなんか可愛いですね。なんかもうファンの方なんだろうなっていうそのツアーの T シャツとか着てるのかなとかあのみんなお揃いのコーデとかしてるのを見たことあって今日見て横浜駅でそうこの方がアイドルになれますけどみたいな可愛い方ばっかりでそうすごいもうめっちゃ目の保養感じでした。カニさん SKE オーディションの頃からえそうなんだ受けてたのか、ねえ女子人気わーい前はみんな大好きで心が苦しい心が心臓ちゃんと支えてあげるよみんなで嬉しいですありがとう。みんなもそうですよねやっぱそんな大好きなマイファブに今月も会いに来ないとですよね皆さん。そんなあなたにそんなあなたにスペシャルなお知らせがございます。こちらにも書いてあります通り定期公演というものが9月21日に開催予定でございます。こちらねマイファブメンバー全員にお会いすることができますのでメンバーも会いたがっておりますので皆さんぜひチケットが今日までなのでお早めにですねテレフォンショッピングみたいな感じです。ナレーション誰かと違ってうまいっすあれナレーションでニコニコニヤニヤ笑ってたなんかとあるメンバーがいるいなくもないなんだって申し込み済みです。天才です。話の流れ本当ですか無理やり持ってったけどしかもですね定期公演のその同じ日にはねなんと初めてのファンミーティングというものがございますよ。皆さん知ってますか。私たちもまだ内容知らないんですが内容の候補はねこの間動画でねそう公式 X から出てたんですけどはいファンミーティングもあります。ぜひなんか来週以降はすごい会える日がドドドドドッと続きますね。15、16、17と会えましてまた21、22と会えてすごいふわふわミーティングありますよ。ファンミーティングもねあのチケット抽選始まりましたのでみほりんのクッキー食べれると聞いて応募をどうなのでしょうか。一つもまだ企画まだ聞いてないですがあると嬉しいですね。いや私もいやでもみんなのなんかお腹みんなのお腹なんか壊しちゃったらどうしよう配りたいですけど手袋を50ぐらいにしてやろうかな作ろうかなクッキーもう生焼け不安だからめちゃくちゃもう焼き飯たっぷりなクッキーになるかもしれない。みおりのクッキー唐辛子たっぷりじゃないですよさすがにね。辛いものもねなんか食べたいけどねクッキーはさすがに甘くしてあげますちゃんとまあねクッキーはちゃんと焼いてれば大丈夫ですよけどね。食べっ子動物配りましょう。あいいですね食べっ子動物そうしようか。じゃあこれ使えるな。みんなも横浜一回行ってからこれゲットしないとね食べっ子動物でもあっという間だった。食べっ子動物さこれ食べっ子動物ランドっていうのがあの横浜にあるんですけど今期間限定でやってるんですけどあの入れる時間が決まってるんですよ。1時間半しかなくてちょっとお前がすいませんねディズニーランドのように 5、6 時間も入れるところじゃなくてそうもうチケットで時間が決まってて1時間半だったからアンナちゃんとねそうご飯も食べたんですよ。そこでご飯を最初に食べてたらえ待ってあと終了の時間までなんか20分いや15分くらいしかないよみたいになってやばいやばいって言って2人でご飯一緒に食べてそういろんなところで写真撮って
なんかあっという間すぎた。こういうやっぱテーマパークまだ行かないけどさ、こういうやつってあっという間に時間が過ぎちゃうんだよね本当に。そう、まただからディズニーとか行きたいなってずっと話してる。そう、サンリオあのピューロランドとかリータンとかさ、マイメロ大好きだから、ね、行きたいねってピューロランドも言ってて、そうなかなかね全員休みが合うのが少なくて、そう今のところ行ける予定がないんですけど、ディズニーも行きたい。今週末ディズニーいいな、ちょっと一緒に行っていい、一旦一旦行っていい、お願いしていいかな誰みたいな、友達とかからしたら誰みたいなマジで行きたすぎて、ディズニー行きたいっていう気持ちもあるし、そのメンバー全員で遊びたいっていう気持ちもあるし、それを一緒にしたいっていう気持ちもあるし、本当に全くもうやりたいことがいっぱいだよ。本当に飛んでユニバも行きたいしユニバもディズニーも行きたい、サンリオも行きたい。でもただね、一つこれ叶ったから嬉しい。これ結構ね 1,2 ヶ月前ぐらいからアンナちゃんと行きたいねって言ってたんですよ、たべっ子動物ランド。そうだから行けて、今日は一つね目標をクリアできたので嬉しいですめっちゃ好き。そうそう、やっぱねテーマパーク大好きだから。でもジェットコースターはなんか結構うわってなるんですけど、ふわってなるのがねちょっと弱めではあるけど、乗れるやつもあるぐらいのレベル絶叫系も友達に話したことあるから、もうみんな友達、じゃあ行こうっと、ディズニー集合ね、ディズニーでマジで行きたい、どうしよう行きたすぎてくーでもね今って年パスとかないんですね、ディズニー。知らなかったんだけど、なんか髪ボワサってなってた知らなかったんだけど年パスってないんだね、知ってたみんな。私せっかくこっちに初めて人生でさ住んでるからさ、年パス買おうかなとか言ってたら年パスないんだ年パスないんだっていうことを知って驚き、悲しいです。あー、ディズニー中毒にならないようにディズニーさん側が優しさね、なるほどね。そっか、でもやっぱ年パスがないからこそないけどまた行きたくなるっていうね。年パスあるとなんかあるからいつでも行けるとか思っちゃうかもしれないし、逆に行きたいわー。絶叫系みほり叫んでたら声ですぐ分かりそう本当ですか、そんな分かるか、本当に私マジで気づかれないと思うんですけど、だってね知ってる方いるか分かんないんですけど、1年いかないぐらい前ぐらいかな、STU が福岡のねキャナルシティにリリーベで来たのというイベントがあったんですねリリーベでね、その時私ほんとちょうど近くにいたんですね、その日の予定が。だから実はリリーベリリーベファンの方に紛れて見に行ってたんです、実は。でもそれでも本当にファンの方誰一人気づいてないと思いますめちゃくちゃ後ろ歩いてたりとか、なんなら私この人わかるみたいなファンの方とかの横をすれ違ったりとかもしたんですけど、誰一人バレてないリリーベすごいでしょ、行ったのよ、あはははは。私本当にマジで場に馴染める本当に気づかれない、マジで気づかれない、気づかれない、気づかないふりしてた、本当にしてたいや誰も気づいてなかったんです。結構がっつり見れて本当に素晴らしくリリーベを楽しませていただいたんですが、はい潜入成功してます、結構、はい、そういうことありましたね。リリーベだからさ、結構しかもキャナルシティってイオンモールみたいな感じのもうちょっと屋外バージョンみたいな建物なんですけど、そう全然本当にマジで余裕で、でも結構近い場所でというか2階の真ん中で見てたんですよそうなんですよ、すごくないですか。
あのなんならもうここに今いる方とか見かけましたね。すごいでしょ。だから大丈夫だね。紛れちゃうね。差し入れが進み放題。やったー。確かになんかその時なんかあげた気がするな。気づかなかったでしょ。君の横通りました。すごい。だからまたなんかのなんか違うアーティストさんとかのライブとかも行きたいですね。マイファブのライブはさ全部出るから行けないけど客観視できないけど悔しいですか。さすがにメンバー気づく。あでもその後差し入れはしたけどね。どうだったんだろう。多分どうなんだろうね。ミッションインポッシブルの舞台に入れる。やばい。入れます。任せてください。私潜入捜査できます。なんかこれ今配信入ってきた人なんでこの人こんな猿ばっかり陽気やなってなるね。そういえばこの中にあの購入品というかそうだガチャガチャをしたんだよね。ガチャガチャをした景品がこれも景品だ。猿につけてるんですけど羊のチャームが出ました。ランダムだったからキャラが50種類ぐらいあって初めて羊初めましてですとしました。陽気でいいですか。あとは巾着これ結構良くない。リップとか入れれるから別個巾着。後ろはなんかサイかな。初めて見たんだけど食べっ子動物ってさみんなここら辺にいるキャラクターしか知らないよね。だけど50以上いるんですよキャラクターが。びっくり。驚き桃の木山椒の木本当にそう。これにリップを入れて持ち運ぼうと計画です。サイでした。本当、楽しかった。おー早くディズニーも行きたい。メンバーと遊びたい。この前お寿司食べた時もメンバー全員と行けなかったからさ悔しいから全員と行きたいですね。なんかどっかね早くね。食べっ子動物何味が好き。あの動物じゃないあの食べっ子水族館の方分かります。チョコが染み込んでる方なんですけどそれがめっちゃ好きです。青いパッケージかな多分。たべっ子水族館美味しいですぜひ。知ってるかなみんな。あ分かる本当。あのチョコがなんかじゅわって感じがしててね。うん。で嬉しい水族館のやつ美味しいんです。そうなんです。あー嬉しいなよかった。あお寿司そう TikTok に初めて。そうだそうお寿司食べてる動画そこまであの今回はめっちゃ大食いとかやってみたってわけじゃないんですけど見てくれましたか。なんか昨日投稿したんだっけ私これ結構みんな見てくれててだからコメント返信とかもしてます。 TikTok コメント返信できるようになってからやらせてもろてます。そう食べる動画出したいなと思ってはいたので出したらみんなもお寿司食べたくなっちゃってる人結構いた。あお寿司食べてる姿見てガチ恋しそうなと。いいやん褒め言葉。嬉しい。そうこの日は皿しか食べれなかったんですけど。なんですけれども、あら空飛んでて遅刻しましたね。すごいお疲れ様です。そう前もねなんか番組とかで企画やってもらった時とかよりもまた減っちゃってるけど、なんか運動した後って逆にご飯入らないみたいなとこある。からね、お寿司どこ派選べないんだよね。なんかさサイドメニューとかも違くないですか、そのお店ごとで。これ選べないんですよね。だから別に全然ほんと結
孤独でも、しかもあの私あのお寿司じゃないお寿司が好き、なんていうの、あのコーンとかなんかあと炙りチーズなんちゃらとかそういうの好きで、ちょっと変わり種を食べるのが好きで、それも結構お店によって味違ったりとか種類違うじゃないですか、それが楽しくてお、初見さんどうもありがとうございます。そうなの、だって一発目からなんか違うの食べてたしね、今回のこの動画も。なんか他にもなんかこれ食べてほしいとかこういう動画見たいっていうのあればぜひ知りたいです。やばい、あと1分あと1分カルパッチョいいねそういうのも好きよ、ちょっと変わり種ね。そう、あのいつかなんかあのすき家のキング牛丼っていうんですかとか、いや食べてみたいんだけど、すき家をそもそもそんなあの食べたことがないから食べてみたいっていうのがあって、そうとか、あわんこそばとか行けたらめっちゃ面白いんだけどとかね。なんか撮影してる時はなんか大食い YouTuber みたいな気持ちで撮影してたから一覧いいんですね、替え玉何個できるかやってみたい。好きやのカレー食べてほしい、食べたことない、美味しいんだ、なるほど、ちょっと覚えとこう。花丸うどん大好き。あとはタルト食べ放題、何そんなのあんの、最高じゃん。でもあれだよね、ケーキ食べ放題とかね、藤屋さんとかねあったりするよね。あとあれ行きたいんだ、いつか行きたいのがミスド食べ放題。私本当にポンデリングってなんか絶対10個以上行けると思うんだよね。こんなこと言って行った時に行けなかったらめっちゃあれだけどと思うんだよね。だからそういうのも行きたいですね。なるほど、みんなの分かりましたリクエストがありがとうございます。じゃあそろそろね配信終わろうかなと思いますので、またなんかリクエストとかなんか私にこれしてとかあったらぜひあの X のリプとかでもいいですし、何でもぜひ送ってください。あと定期公演のチケット本当に今日までなので、ぜひ暇だよっていう方は申し込んでみてください。お待ちしてます。ではランキング読んでいこうと思います。では行きます。13位マックス時315号さん、12位なめ猫さん、11位エレメンツさん、10位たくや .h さん、9位まさくん、8位たくさん、7位あっくん、6位くまねパパさん、5位なおきーさん、4位竹まつるさん、3位グッドラックトゥーエブリワンさん、2位あおさん、そして第1位が大地さんでした。ありがとうございました。最後に顔近めで終わりますか。お猿さんとじゃん、ありがとうございました。私とお猿さんをあの記録しといてくださいウキウキということで今日の配信この辺で終わろうと思います。あの私以前にもらったタワーのお礼がまだできていないので、あのはい、あのお待ちくださいませお礼しますので、あの記録はしてるので、はい、させてください。いつか、はい、ありがとう、イエイ。ということで配信終わりたいと思います。みんなありがとうございました。またねー。